サンフランシスコ地震は1906年4月18日早朝にアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ周辺を襲ったおよそマグニチュード7.8と見込まれる大地震。震源はサンフランシスコの近くを通るサンアンドレアス断層にある。地震及びその後の火災は1900年のガルベストンハリケーン及びハリケーンカトリーナなどと並び、 アメリカ合衆国の歴史の中で主要都市で起こった最も被害の大きい自然災害の一つとなった。炎上するサンフランシスコ市街地震により壊滅したサンフランシスコ市街地震波がサンフランシスコに到達したのは4月18日の5時12分である。天文学者ジョージ・デイビッドソンの記録によると激しい振動が約1分間続き一旦弱まったが 再び強い振動が起こり、最初の振動が始まってから2分30秒ほどで収まったという。当時、全世界で96機の地震計があり、その大半が地震動を記録している。それらの記録をもとに、ブルース・ボールトが1968年に発表した論文では、サンフランシスコの南西、デイリーシティのマッセルロック沖、約2キロメートルの海域を震号としているが、 地震発生当時の震王はサンフランシスコから北西に 60km ほど離れたオレマと考えられていた。オレマは地震によってサンアンドレアス断層が最も大きく動いた場所である。被害はサンアンドレアス断層の北部セグメントに沿った数百 km の細長い地域に集中したが、震動はオレゴン州からロサンゼルス。 および内陸深いネバダ州中央部まで広範囲で感じられた。サンフランシスコ市内では十分な耐震強度を備えていなかった建造物の多くが倒壊し、少なくとも50カ所で火の手が上がった。ガス管の破損も相まって火の勢いが拡大、水道管が破損していたため満足な消火活動を行えず、火災は3日間燃え続け、中心部の商業地区が崩壊。 ユニオンスクエアやシティホールが消失したが、陸軍は残っている建造物をダイナマイトで爆破して防火体を作った。当時のサンフランシスコの人口約40万人に、対し、死者は公式発表によれば約500人、後年の研究では約3000人とされており、また22万5000人が家を失った。なお、当時の市長友人シュミッツは、 市内に出動する兵士と警察官に対し、略奪者はその場で射殺せよと命じた。これは厳密には違法だが、市長は責任を問われなかった。この地震によるサンフランシスコ市内の被害総額は約5億ドルに上った。多くの保険会社は、地震で倒壊した建造物には火災保険が適用されないという条項を盾にして、保険金の支払いを渋った。逆に、 投資の落ち込みを避けようとした市当局や産業界は被害のほとんどが地震ではなく火災によるものだと結論づけた。この地震はアメリカ西海岸の都市間競争にも影響を与えロサンゼルスがその中心的都市の地位を得るきっかけとなった。サンアンドレアス断層の北部セグメントでは1906年以降大きな地震は起こっていない。2003年に アメリカ地質調査所が出した予測では2032年までにサンフランシスコベエリアでサンアンドレアス断層を震源とする MW6.7 以上の地震が発生する確率は62%だという。ありがとうございます。